プリンナーマテリアルズは、材料科学分野における膨大な数の物性情報を掲載するオンラインデータベースです。ここでは、2020年に追加された半導体モジュールについて簡単に紹介します。2020年、スプリンガーマテリアルズに新しい半導体モジュールを追加実装しました。これには300を超えるユニークな半導体素子とそのバリエーション、また結晶構造、相図、バンドエネルギー、バンドギャップ、フォトルミネセンス、屈折率など400以上の半導体に関わる特性が含まれています。半導体に関するオープンソースのデータセットはいくつか存在しますが、通常は理論データに過ぎず、つまり計算によるシミュレーションから得たデータだということです。一方、スプリンガーマテリアルズでは、実験データと理論データの両方を含む包括的なデータを提供しています。また、PDF ファイルだけではなく、インタラクティブなデータファイルを多数用意しています。インタラクティブなデータファイルとは、最先端ツールを用意し、研究データを視覚化、分析、比較、引用、ダウンロードできるようにしているファイルのことです。スプリンガーマテリアルズにある情報をより効果的に効率よく利用できるようにしています。スプリンガーマテリアルズはすべてどの情報も精査されたものです。精査を行うのは社内の編集者ではありません。常にその分野の一流の科学者に精査をお願いしています。スプリンガーマテリアルズに貢献してくださった著者の先生方は8000人以上もいます。ここでは、この度追加された半導体モジュールにご協力いただいた数名の先生方をご紹介します。ほんの一部の例ですが、左上より2019年のノーベル賞受賞者であるグッドイナフ先生、ランドルとベルンシュタインシリーズのエディターインチーフをお務めいただいたマーデルング先生、お二人とも70年代からランドルとベルンシュタインに携わっていただき、ご執筆くださっています。レスラー先生は90年代から、そして左下のブラム先生はデータのデジタル化とオンラインでの処理ツールの機能などに携わっていただきました。よく聞かれるのですが、スプリンガーマテリアルズは参考文献として引用できます。その前身であるランドルとベルンシュタインのブックシリーズの時代から研究者の皆さんに広く利用されています。例えば、アインシュタイン先生が1906年にランドルとベルンシュタインの情報を引用しており、また、最近もスプリンガーマテリアルズは多くの研究者たちによって引用されています。他のジャーナル論文や電子書籍と同じく、スプリンガーマテリアルズの各データには、サイテーション情報をダウンロードできるようクリックできるボタンがついています。一例ですが、2019年中国の研究者グループがネイチャー本誌に発表したデータ論文には、スプリンガーマテリアルズの結晶構造が引用されています。このビデオをご覧になって、スプリンガーマテリアルズ試してみたい方は、ぜひアンケートにご回答いただき、トライアルのご希望をお寄せください。